今日はロシア政治に詳しい京都産業大学の河原氏秀武教授にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。まあ、事態はいつ動くのだろうかという状態だったんですけれども、今日まあ、急激に動きました。この状況まずどういうふうに受け止めてらっしゃいますか、はいまあ。私も専門家としてやっておりますけれども、ここまで事態が急速だとは思いませんでしたね。はい、まあ、プーチンさんはもうあの我々まあ、いわゆる民主主義陣営のもう先へ先へと、うんうん、常にもう その先を見越して行動を取っていますので、はいまあ、はっきり言うともう交渉は完全にもう断念した、うん、離脱して。うん あとはもう実力行使のみと、もうそこを踏み切ったんだと思いますロシア側がやはり先手を打ってきたという分析なんですが、侵攻ですね、軍事侵攻はすでに始まっているわけですよ、ねはい、そうですね、あの段取りと、それから規模の大きさですよね、うん、ちょっとこちらご覧いただきたいと思います、はいはい、首都キエフの空港空爆ということもありますけれども、ええうん、21日に、先生ご指摘のように、新ロシア地域の独立承認をしまして、う、はい、今日軍事作戦決行を発表しました。はい これも北京オリンピック終わった直後ですね。はい、この独立承認がありました。で、ベラルーシ軍の支援でロシア軍が攻撃を開始した模様ということなんですが、これあのー？ 東部地域の一部だけではなくて、はい、まず首都キエフ、はい、それから第二の都市ですね、ハリコフ、これロシアとの国境沿いの町ですね、はい、そ,すねそれからドネツク州の首都ですね、はい、クラマトルスク、さらにこれ、ウクライナの第三の都市なんですけれども、はい、経済とか貿易の大きな港ですね、はい、オデッサでも爆発があったと、はい、これもうこれウクライナ全体的にこのような攻撃か何かが起きているというような状況ですよね。はいはい、これはどういうふういいいふに見たらいいですか はいまあ、あの先ほどのプーチンのスピーチでは、ね、あくまでもその独立地域に対してロシア軍を送ると言っているんですけれども考えてみればベラルーシから行けばまずもう首都ですよねそして南からも入っていく、うん、もうこれは明らかにウクライナ全土を制圧するというあの行動としかも解釈でできないですよね一点気になるのがプーチン大統領が声明で、はい、ドンバス地方で特別な軍事作戦を、はい 行うと発表してるんですけれども、はい、この特別な軍事作戦とはどういうういものなんでしょうか、はい、これが、ね、あの非常に意識して入れたと思うのでつまり、われわれがそこで皆首をかしげますでしょう、はい、つまりあ,のあらゆる意味を含めているつまり特別なというのは限定的なという解釈もできるし、うん、まあこれはあの緊急のという意味もできるしかし、えー、あの独立地域が攻撃される前にその攻撃基地であるウクライナの西部も あの先制攻撃をするという意味合いにも解釈できるつまりあらゆる含みをそこに持たせてるんだと思いますなるほどただ最終的な狙いはやはり全土なんだということで,、はい、そうですねちょっと首都キエフもというところにかなり驚いたんですけれども爆撃などがあったのは空港ということなんですけど、ええ、これはやっぱりです、ね、軍事関連の施設と管制とかレーダーとかを狙ったものと解釈していいんでしょうか 気力をそこで削いでしまう戦う気力を削いでしまう、うんえー、それはあの将来、ね、制圧するにしてもキエフの一般市民を犠牲にしたらとても統治できませんのでね、うん、できるだけ、まあ、ターゲットは軍事に限りたいというのは大体戦争の鉄則ですよのウクライナ側から見たときにこの空港が爆撃されるというのは想定内なんでしょうか。はい あのその覚悟はあったにしてもここまで早いとは思ってなかったですですから、まだゼレンスキーさんも話し合いの用意もあるあの、まあ、アメリカも含めて、ね、まだ交渉の余地はあるというふうにまだ時間はあると思ってましたよねだからその裏を書きましたよね。だからまあここまであの早いとは もう想定外だったと思いますそして今日ウクライナでは午前7時からウクライナ全土の非常事態宣言が発令されていたんですけれども、はい、まあ現在、全土に戒厳令という形にまあぐ、はい、レベルが上がりました、はい、この戒厳令というのは、どういうものなんでしょうか、はい、つまりこれはもう実質上、戦争状態に入ったというね。つまり平和ではない、はい、つまり有事、つまり戦いの体制ですよね、はい、に入ったということです。で実際ロシアもまあキエフのあのロシア ロシア大使館を閉鎖しましまたよね、はい、つまりもうこれで国交断絶なんですわ、うん、つまり話し合いしないということですのでもう次は軍事衝突しかない、うん、もうプーチンはそこまで追い詰めましたのでゼレンスキーさんももうこれはあとはとりあえずは戦うしかないというところですよね、うん、まだ紫外線にはしていないので、うん、あくまでもその周辺の軍事基地ということですしね、うんはい、ただここで難しいのは、はい 誰が本当に攻撃したかというのはなかなか分からなくってねそれをプーチンの命令でやったのかあるいは真ロシア派が勝手にやったのかやはりそこが分からないですよね。ですからちょっとうかつなことが言えないんですけれどもねまあでももしプーチンの命令だったとしたらもう全面戦争自殺ですよね、はい、プーチンさんの狙いはどこにあるんだろうということでこちらご覧いただきます。まず22日のテレビ演説で ウクライナは単なる隣国ではないんだと、うん、私たちの歴史文化的にもかけがえのない一部だということですよね。うん、で緊張緩和については NATO 加盟の断念だけでは不十分なんだってことを話してますね。うん、ウクライナがロシアによるクリミア併合も承認しようとかなり強く出ているんですけれどももちろん NATO の東方拡大ということを、うん、あのプーチン大統領は非常にまあもう嫌だと、うん、結構もう去年あたりからはっきり拒絶していたんですが中でもこのウクライナの 中立を守れとそしてクリミア併合も承認するということでかなり強く出ていましたよね、はい、これはどう見たらいいでしょうか、はいまあ、あの NATO の、ね、加盟その断念させる、それからクリミア併合、多分これは話し合いをしている時の条件だったので、うん、もしこれで戦争になりますともうここでは止まらないだろうなとこれが多分最低ラインだろうと思います。うん えー、その先、じゃあどこまで行くのかということですけれどさすがにウクライナ全土を併合ということはまあ当面はないだろうと思います、うん、もしそれがあるとしたら私はベラルーシをその前に併合しているはずですけれどねまだ、うん、いルカシェンコ大統領が支配してますよね、うんうん、ですからウクライナのベラルーシ化みたいな中立 国ととさせるこそうですねウクライナの上のベラルーシでプーチン大統領、はい、ロシアとは軍事同盟結んでましよ、ね、そうですして、ね、ロシア化が進んでいるような形ですけれども、はい、結局、何が引き金になったのかというところをちょっと時系列見ていきたいと思います。はいはい まずプーチン大統領は戦争を望んでいるかといえば望んでいないんだという話をしていましたただ、やっぱりここが大きかったですね、はい、フェーズが上がったのは10日です、はい、ベラルーシと合同軍事演習を開始しました、はい、そして14日、はい、ラブロフ外相、ですねもうこの方18年も外相やってますけどそ,す、ね、その方とわざわざテレビで対話を継続していくんだというところを見せました。16日 その訓練から撤退するとする、まあ、映像を公開しました、はい、で21日、ウクライナ東部の独立承認ですね、これ、北京オリンピック終わった直後ですけれども、はい、ただ、これはなんか段取りをいかにも踏んでるということですよね、はい、やってることと言ってること、ちょっと裏腹かな、はい、ということなんですけど、このあたりはどう解釈しますか。はい もうあのこれだけ一気に、ねまあ、あの独立を認め軍をあの進めるというのは相当入念な準備がありますので、ね、そんな思いつきでできることはありませんのでやはりこれよりもずっと前、まあ、もう去年のうちからもうここまではおそらくプーチン折り込み済みだったんだろうと思います今にして思えばですよね。 このだから10日の異例ですよね、2月に合同軍事演習するのも異例ですけれども、はいはい、北京オリンピックの直後だということもだいぶ前から決めていたということで、はい、これはね、あのその前にあの開幕式の時にあに習近平国家主席と一回会談してますよね、まあ、話題にならないはずがないんです、ただやはり中国からしたら、オリンピックは成功させたい、だから、では、それが終わるまでは待ちましょうという。 何かしら暗黙の了解があったのかなとまさにそのあの終わったところとほぼ同時で進行でしたからね、うん、うープーチン大統領の,その引き金となったのがここではないかと先生、見られてますよね。はい、こちらです ゼレンスキー大統領とそれからバイデン大統領が去年9月にですね首脳会談をアメリカで行ってますよね。ウクライナの領土を守るための協力を取り付けたということなんですけれども NATO の加盟についてバイデン大統領アメリカは外部の干渉を受けずに外交政策を決めるウクライナの権利を支持するんだという形であと曖昧な表現ではあるんですけれどもウクライナを後押ししていくようなにも取れる発言をしていると。これがプーチン大統領 距離刺激したんじゃないかということですよね。はい、まあそうですね。あの本当だったらはねゼレンスキー氏がまああのベラルーシの大統領のように、うん、有効まあロシアに対して有効的な態度を取るならば、うん、そんなに軍事攻撃をしなかった。しかし完全にアメリカに着いたもうこれで、うん、もう見切り発車ですねもう、えー、あの話し合っても意味がないと、うん、もう決めたんじゃないでしょうか。うん、ここが引き金になったんだと、はい、ただ。 ウクライナの方々も、まあ、ゼレンスキー大統領だけじゃなくて、はい、今となってもクリミア併合もあったので6割から7割の方が NATO に入りたいという世論調査の結果もありましたよね、はい、ゼレンスキー大統領の行動はある程度ウクライナ人の民意を受けたものとも捉えられるんですけれども、はい、ここは、はい、そこを完全に無視した形になってますよね。こ <laughs>、えー、ここが本当に難しいいいとととととろでででね我々からするとウクライナってまあ独立国国ああり、まあ、ロシアはは一体ではないと別の国という認識があります けどただロシア人のメンタリティーからするとつまりだだっこでああだこうだ言ってるけれど、うん、同じ民族血を分けた一体の民族じゃないかとですから今回2つあのー、ね自称、えー、人民共和国がロシアあのー、独立しましたけれどもね、うん、よくロシアに戻ってきたねとつまり人質を あのうちに取り戻したくらいの感覚がロシア人にはあるんですよね。ですからまああのいろいろとロシアあのウクライナ人住んでてる人間がいるけれど、しかし君たちが戻るところはロシアなんだと。 もうですから、そんな感情でやはりロシアは動いてますね、我々とはちょっと感覚が違うと思いますまあ大きな引き金はまあ去年のということなんですけれども、一方でアメリカは今、対中国にこう注力をしたくて、ロシアとは安定的な関係を築きたいという意向でしたよね、そこの足元を見られたとも言えるわけです、はいまあ、ここら辺はね話すと長くなるんですが、うん、我々あの中国とロシアはとても仲がいいというイメージがありますよね。です、はい 実はまあロシアからするとやはり中国は鬱陶しいといいますかね、うん、考えてみるとこの2年間国際政治というのはもうアメリカと中国が仕切っている、うん、でほとんどロシアの影ってなくなってしまいましたよね。うん、で、まあ、一帯一路というのは要するに中国がアジアからヨーロッパまでつまりユーラシアを一体化する計画、うん、つまりロシアもそこに組み込まれているんですよね、うん、だから主役をすっかり中国に取られていた、うん、今回。 まあ一気にロシアが主役に戻ってきて、うん、アメリカとロシアが世界を支配するんだということを印象付けましたですよね、うん、じゃあそのロシアなんですけれども、はい、どこまでどこまでやろうとしているのかと、えーね、いうところをちょっとときしていきたいと思いた思ますす、はい、こちらですまずは目的はウクライナ東部の人々の保護ですと、うん、で流血の責任はやはりこの理屈です、ねうん、ウクライナ政権の両親にあるんだと話してます。で、うん <laughs> 計画の中にウクライナ領土の占領は含まれていないとこれまた解釈がかなり難しいんですけれども、はい、先生はどう読み解きますか、はいまあ、あのやはりプーチンの言葉を文字通り取るのはとてもあのね危険だなというのがここね最近の教訓ですけれどもただ、ちょっと先ほども言いましたようにやはりあのウクライナ全土をまああのね占領すると当然反ロシア派の人たちの今度は あの攻撃、テロあらゆることがありましてね、はい、そこまでのリスクは負いたくないとだから私の見るところはあの、ね、やはりウクライナが今のベラルーシと同じ形ですからゼレンスキー大統領のもう辞任は求めるだろうと思います。えー、そして真 ロシア的な大統領による政権を作らせる、そこまでいかないとプーチンは納得しないだろうと思いますでは、最大の目的はゼレンスキー大統領を辞任に追い込むことという解釈ということうまあゼレンスキーさん自身が責任を取ってやめるか、うんあのね、このままいけば、もう彼はもうロシアと全面戦争するしかないところまで追い詰められてますからね。うん、えその そこまで彼がやるかやはり彼が、ねえーまあ、降りることによってロシアには屈服する形ですけれどもそうしない限りおそらくプーチンはやめないいと思いますねこのままいきますと,ちょっと攻撃の範囲が今回広いので。 ウクライナ東部ですね、ここに、うん、ウクライナは大きな川がドニエプル川が流れているんですが、はい、首都キエフはこの辺ですこちら側の東側をロシアに統合することもありえるしと、はい、でここの一部はもちろん併合した上でということなんですけれども、はい、あの自称人民共和国ですね、はい、さらに最悪の場合は全土の可能性もあるというのが今日の攻撃を見て、はいえー、思うところというところです。ねそそそうううですす、ねまあ、プーチンなならばありそうだとと思います少なくともそう 彼は思わせてますよね。うんうん ただ、アメリカは情報を先行して先行してまあ出花をくじこうという戦略でここまで来たわけですけれどもまあそういったことも侵攻を結局は止められなかった、はい、それもプーチン大統領からしてみればその先手をさらに上回る先手でこここまででで来たとというううなんでしょうか、はいはい、そうですね、まあ、あの逆に言いますとまあプーチンが自分たちの軍備体制,あの、ね、体制を隠しませんでしたよね、はい、もう見なさいということを示してましたのでね。 だからまさに。 もうバイデンさんを完全にに手玉に取っているなと思いました、うん、でアメリカ軍は軍は派遣しないというふうに表明しているわけなんですけれども、はい、今後、どういうふうにこう関わっていこうと考えてるんででうそすすねねここなんですよ、ねまあ、実はあのバイデン大統領はあの世界を民主主義陣営と専制主義の陣営に二分されているという言い方をやってましたよね。ですからプーチンはまあ,ある意味ではその売った喧嘩を買ったつまり民主主義の弱さを見せつけているんだと思います。うん、結局民主,主義は弱 世論に影響されるだろう結局いざとなればあの世論に押されて兵隊出せないじゃないか結局言葉だけ経せいぜい経済制裁そこまでしかできないだろうとまさにあの、ね、あの民主主義の弱さを 世界に見せつけているんだなという気がしましまた、ね、足元見られているということですよね。あとそのベラルーシとその軍事演習の最終盤に各搭載可能なミサイルをルカシェンコ大統領と一緒にです、ねはい、プーチン大統領が見てますよね。はい、で,、えっと、でねここにあの今、野戦病院とか軍用のですね仮設の橋とかも作ってますの、ね、で首都のキエフまで大体ベラルーシの国境から90キロから100キロですよね。はいうん こんなにこう軍隊を置いてまさに本気の体制を組んでいるわけですけれども、はいはい、ここのこう意図というのはどう組み取これがね我々もまあ民主主義的な考え方で言ったらは脅しだろうと、はい、まさにそうやって脅しをかけて話し合いのきっかけをつかもうとしているんだと考えたいところですけれどしかしプーチンは配備したら本当に兵を出しますよね。うんうん、それから核兵器を プーチンなら使うかもしれないとやはり我々は思わざるを得ないあのこれが、ね、民主主義の国だったら核兵器は絶対使わないだろうと思いますよねですけれどプーチンは本当に使うかもしれないそれを今までずっと見せつけていると思います。 えー、そうですねその辺り、もうちょっとあのこういう領土の侵略の仕方とかも含めて、はい、もうちょっと逆戻りして帝国主義のような印象を受けてしまうんですけれどもこちらですあのプーチンはですねアメリカより強かったロシア帝国に戻りたいなとソ連じゃなくてその前の時代の18世紀から19世紀時代のロシア帝国に戻りたいなと。というのも 2020年7月、ですねこれ、おととしですけど、ロシア、の憲法改正をしまして、はい、プーチン大統領はもう実質的に2036年まで続投可能になった、はい、このあたりからあのフランスのマクロン大統領とか、はい、交渉、うん、プーチンさんとしにくくなったんだという話も報道で出てますけれども、はいはい、だんだん変わっていった起点というのは、ここなんでしょうか、はいまあ、あのプーチンをね、われわれ民主主義の政治家だと。 と同じメンタリティだともう思ってはいかんのだなと思います。彼はまあ、あの、まさにロシア国家と自分を一体化させてますよね。うん、そして、まあ、あの。 言ってみればもうロシア皇帝とほぼ同じメンタリティしかも,もう議会もあのプーチンには否定何も反対はできません側近もみんな言いなりのイエスマンに固めているマスコミももう反プーチンの報道ありませんもうすべてプーチンの意図がそのままいくでプーチンはあの憲法改正してこれでまあ反永久的に彼は権力安泰なんですよね、うんえー。もしこの憲法改正がない場合は 落選という恐怖があるから世論を考慮しなきゃいけませんでしたしたかし今のもプーチンは世論も怖くないまさにまあ彼も自分の最後の集大成としてやはりかつてのロシア帝国と同じ栄光この実現をどうも目指したらしいというふうに私は見ております。 あのロシア国内の中には当然ウクライナ人の親戚の方もいらっしゃったりしますよね、はい、その国内の反発もだから招き、ね、かねない事態だとは思うんです、はい、ただ、これまでその軍事侵攻しますよ進行しますと言いながら支持率上がってきましたよね、うん、今回、実際にです、ね、開始をして国内はどううなんでしょうか私もあのロシアの,、ね、あのテレビのあのちょっとネットで見るんですけれども。うんあの この,あの独立したあの人民共和国でもロシアの旗をみんながこの、ね、あの広げてそして花火を打ってとにかく祝福ムード一体そしていろいろな報道番組も、まあ、よく戻ってきたという歓迎ムードが非常に作られてますよね。 で実際、まあね我々あのロシア人にインタビューすると大概インテリとかそういう学者たちですよね彼らは我々と同じリベラルの考えを持ってますけれど一般民衆からしたら我々はまあアメリカをはじめする欧米にやり込められてる包囲されてるようやくプーチンが自分たちの自信を取り戻してくれたという気持ちに多分なっている。それが世論のあの だ、はい、中心だろうと思っておりますで今後なんですけど、これまでの、えー、ロシアなんですけれども、うん、2008年にジョージアでも同じような形でしてますよね、2>, はい、あの2つの地域の独立を承認して、そ,ね、その後2014年にクリミアを併合して、はいで、今回のことが起きているということです、はい、でここ、ベラルーシ、ロシア、ウクライナとも、ね、もょうだのような国だということなんですけど、はい、今後、やはりプーチンさんは、これ、何を狙ってるんですかね、もうこの そうですね、まあ、私の一つあの疑問があるのは、ね、あのベラルーシはもう完全にもうプーチンに忠誠を誓っているし民族的にも,もう言葉もあの完全にロシア語の人たちなんですが併合しませんですよね。うん、ということは必ずしも併合そのものを目的とはしていないのかなと、うん、もし併合するんだったらもっと早くまずベラルーシを併合し次はウクライナとなるはずなんですがですからまあベラルーシ、まあね、ウクライナを含めロシアと いわゆるスラブ3国による連合国家、まあ、緩やかな連合体という形にするのかなと、まあ、あの露骨な併合ではなくてですねそんなふうに3月4日がパラリンピックの開幕日なんですけども、はい、これ10日ですよね。ええ、要は プーチン大統領にとっても10日しかないので綿密に計画を立てていたとはいえ10日である程度の勝負を決めなければいけない一方で日本も含めて西側もこれどう対応していくかというところがすすごくく大事になってくると思うんですよね。で今あの、表明されている経済制裁のオプションがこちらです。で皆さんですね、あのまず… この攻撃によると死と破壊はロシアだけに責任がある。二十四日にアメリカと同盟国による追加対抗措置を発表するとバイデン大統領です。そしてジョンソン首相も今日このように発言しています。プーチン大統領はいわれのない攻撃により流血と破壊の道を選択した。そしてウクライナの外相もこのように発言しています。日本の岸田首相もですね厳しく言ってますねロシアを強く非難しますとで国際社会と連携し対処するというところなんですがこれだけの経済 政策をやりますやりますよとかなり厳しい経済制裁2014年の時と比べるとだけれども進行してしまったこれは効果があるのかないのかというところが1つ論点になってくると思うんですが、はいはいまあ、我々は効果があると思ってやっていますけれどおそらくロシア側はもういざとなれば あの自給自足できるその覚悟でもやっていると思いますねもう第二次大戦中のねまさにあのナチスの戦いではないですけれどもそれから比べたらという思いがある。ですから もう経済制裁が本当に効果あるのかなというと私はとても疑問でね正直、何やっても止められなくなってきてるかなというちょっと気がしますねその中で日本はどう対応していくべきだとお考えですか <laughs> まあ結局、日本の立場からするとね日本は NATO にも EU にも入っていないから中立的にまあ交渉のねそれをいろいろなお膳立てができると言いますけれどおそらく日本は滋賀にもかけてないつまりあの 今プーチンにとってやはりあのターゲットってのはアメリカですよね、うん、日米同盟の中のアメリカが、まあ、相手であって日本はもう本当に脇に押しやられてますよね、うん、だからどうすればいいかという点ではとりあえずはアメリカと共同歩調を取るしかない、うん、下手に動いても多分意味がないし、うん、かえって滑稽なことになりかねないかなという気がします。 そうするとちょっともう焦燥感すら感じてしまうんですけれどもその2014年の時もあのまも、あ、クリミア併合を許したままということですし2008年のジョージアもそうですし経済制裁というものがどれだけの効果を発するのかというのは北朝鮮に対してすら北朝鮮耐えている状況ですからましてやそのエネルギー大国で,で食料自給率も上げてきているロシアへの経済措置というのはある程度は効果あるんでしょうけれども難しいと。 いうところが、ね、ここ国会って本当に、ねはい、昔からです、ね、ここの奪い合いが起きるぐらい非常に重要な軍港であり、はい、経済の要衝なんですけれどもエネルギーもそうなんですけれどもあの小麦とか、うん、トウモロコシの生産がウクライナ多いですしロシアも小麦たくさん作ってますね、はい、そうするとここから貿易が出てくるんですね。はい、何が起こるかというと穀物の相場も同時に上がっていくので、うん、これは日本もです、ね、穀物相場の影響を受けてまたいろんな身の回りのものとかも上がります しまあ、エネルギーに伝導して天然ガスの値段も上がっていくということで,、うんでね、これ、世界的な危機ということになりますねあ,あとは私は意外とトルコがね、うん、結構、このごろ動きを活発化させてますよね、はいはい、NATO でありながらロシアの仲裁に入ろうとしてますよね、エルドアン大統領。うん、意外とそこら辺がちょっと面白いかなと、まさに国会から地中海への出口を握っているのが、ね、トルコですんでねねでですは最後に、まあ、次の焦点、ここが注目点だというところはどこでしょうか。はい まあ要するにこれがあのいわゆる市街戦市民を巻き込んでの内戦にならないということですよね、うんはい、ですからまあロシア軍がもうむやむやたらにそれは、ね、砲撃をするということを私はあの考えていません、うん、やはり親ロシア派とまずはあのウクライナ政府軍、うん、そしてそれに義勇兵たちが内戦を始めてしまうこううこなるととももちょっとねうん。もう 止められなくなくりますので、ね、もう何十万人という死傷者が出ることになりますそこにならないようにするにはゼレンスキー大統領とにかく内戦を起こさないイニシアチブを握れるかということかなと思います。